さあ始まりました、第2回瞑想戦。今回参加者は、ご主人だったりハイトリなこと、VOV のハリコクナチュンリーですね、リキーマルチュンリー、これはプラスにスタート、リキチュンリー、こちらマイナス1、コーシュンチュンリーです。お届けさせていただきます。さあボスさん、今回ご主人最初にボスさんを迎えております。さあ今回目玉のカードはどこになるんでしょうか、ボスさん。やはりチュンリーを取りたいところです。見どころはこの、日本で唯一の地層のボルさんが見どころは満載すぎて分かりませんね、これは。ということで、早速1ラウンド目は、コグニーダントリーが取ったところで、さあこのダントリーのことを、これは孫の使いでもそれ聞いていいでしょうか。この前だ、まだ当たらず、まだ分からない。あの11点目のゲームにしてまだ分からないことがたっぷりという、このカードはさあどうやってアプローチするんでしょうか。先ほどさ2人が勝ちたいところを見たんですけどね、ほとんどボブなのかハイタイさんがダブル勝ちしているというところで、早速ダイバーに勝ちしてもらった金額とかをかまして、さあ先ほど入ってくるアップをたっぷり持っていく。さあバラを重ねて1,2,3カードは2つ目のカードあっとして攻撃者が誘って、膝10から入って、早速国人ダントリーおめでとうございます。次は MOV 中にお願いします。さあ出てきました MOV 中に、こちらは第一戦の動画になるのは初めてなんでしょうか。連勝戦初めての動画です。さあこの中人大ダントリー、どうぞお願いします。見どころの MOV は連勝であなたの2回しか負けてないので、1回がハイタリと、もう1回がトランセット、ハザンとエルナのそうです。そんなバッターそんな情報ありがとうございます。おっと、国人さんのターゲットでした。恐ろしい攻撃力、ゲージを乗せ、1ラウンド目は国人ダットリーが出ていって、さあこの一度大きいこと、あれはダメみたいなんでしょうか、ボスさん。漏れですか。いや、瞑想戦では漏れるんですね。レベル1ですか、これ。まあ、ぶっちゃけあそこの仕組みの方だとちょっと思ってますね。あー、国民さんがちょっと瞑想が荷が重いかって、メタテッパー。よし、恐ろしい。早くも上がってほしいですよ、誰かしら。今やってないんで、早く上がってほしいんですよ。まあ、一生のボスさんが対戦相手がいないと困ってるんでね、ちょっと誰か、瞑想の時にね、そこそこのキャラクターで曲がってくればいいんですけどね。今回そうですね、一番上がりそうなそのキャラクター誰でしょう。ズバリチュンリー。そりゃそうですね、そりゃそうです。どうでしょう、このキュアバッタチュンリーに対して国民さんのダントリーですらこのひねつされている感じ、どうなんでしょう。これカラスさんの話をしても難しいですよ。もうダントリーがかわいそうな時代が展開されていく。おじさんどうするか、ワンチャン拾えるのか、ワンチャン拾えないだろ、これはどうするんだ。あー残念でした。お次はリキバルチュンリーお願いします。さあ皆さんお疲れ様で、リキバルチュンリー対 MOV チュンリーです。おじさん、これチュンリーチュンリー何か面白いこういう見どころというところはありますでしょうか。このレベルに極まったチュンリー、バイドリー、その他ゲージ道場、体力道場、全てを見越した技の振り合いというのが見どころというところでよろしいですか。ありがとうございます。さあこの新人戦、息も迫るような戦が、広げられていくんでしょう。早速体力が高い、いわゆる決まる新人、この人間性の素晴らしい戦を愛する相手は MOV 新人、そうした側ではいかないでしょう。さあ画面端です。さあ、MOV チュンリーが、もうよく当てて、後ろの目を持っていく。二人とも、まあ、スペシャリストなんですけどもね、まあ、ボスさんがチュンリー使ったら、どうなんでしょう。まあ、ぶっちゃけ。勝てないです。勝てないから勝てない。これは、それは何も言えないですよ。能力のレベルが違う。
そうですね、距離を保ったままで、まあ、あのゲインキックに、リバーサルと決めていくのは非常に難しいですね。リケバルチンリー、エモールチンリーにもしっかり勝ち上げていく、コンチンリー。リタキが心配して、砲力が当てるけれども、まだ若干リケバルチンリー、砲力が溜まって、このコンチンリーが先に投げたリバーサル、砲力が出せない。さあ、やっぱり非常に難しいでしょう。ただ、エモールチンリー、そうする。砲力が溜まれないリケバルチンリーが当てていく。素晴らしいスタートで、ホークルネスから猫パッチ。素晴らしい。さあ、お次は抜きチュンリーお願いします。さあさあ、またまた面白いカード、リケバルチュンリー対お次は抜きチュンリーです。さあ、抜きチュンリー、こちらは神の前と言われているけども、対する抜きチュンリーの人間性能、これは素晴らしいものがあります。さあ、ボスさんに伺いましょう。この2人のチュンリー、どこが優れているんでしょうか。そうですね、リケマルチュンリー、この男の人間性の力というのは素晴らしいものがあります。力っぽく見えるんですけど、やってることはものすごく見えるんです。だけ言うとナイスボール、ありがとうございます。リケマルチュンリーを取っていく。この日本のトップチームに3人がこんなに動画で戦うなんて、まあ、ここないんじゃないでしょうか。二度とないかもしれないですね。周り見る皆さんも見ますね。そうですね。おっとさあ、ゲインキックに追い込んでやっていくのチームに何くらい美味しい。さあ、この前より素晴らしい。画面は中押しているのはリケマルチュンリー。ヒートを守りリケマルチュンリー。さあ、リケマルどうする、どうなるんです。ヒートが苦しい。リケマルチュンリー、ヒートダメだと思うんで、そこでハーターンまで呼ばれている。どんだけ深い読みをしているんだ。さあ、リケマルどうする、ヒートが負け、元気に他を耐えている。どうだけリケマルチュンリー強すぎる。お次はコーシュチュンリーお願いします。チュンリーハロユン、ファイリングメイ。さあ、出てきました。甲州チュンリー、こちら空中戦が得意ですね。僕もロックがよく分かるので面白いチュンリーですね。これリキマルチュンリー対甲州チュンリー、見どこってどこなんでしょう。肌の数を数えるわけじゃないんでしょうけど、ちょっとお願いします。おっと、大役のブロックでしょう。上から行く。さあ、ボスさんも発言が難しい、この甲州チュンリー。だが、しかしこの甲州チュンリー、何かを持っている。この何かが強い。何なんでしょう、この何か。あのリキュラルチューリーを石田の目に通っていくのか。お前本番状況で起きまっすぐに出発を追いかけ合わせない。さあ、ガグラブロックか。石田の目、リキュラルチューリー。さあ、金箔の2番の目、上から行くところをまた上から踏み潰して、中足、中足、はっきり大よく漏れてしまって、上から大よくせタイカップ奪って画面端。しかし、データがない腰取りスタートをする。リープからの先は失敗して、さあ、ここの腰取りに粘れるか、粘れるか、粘って、もうよく当てていく。さあ、体力大攻撃かと思ったぐらいでしょうか。さあ、KO と差し込んで、いきなりチェリー3連勝。お次は、ハイタニマコトをお願いします。リキマルチュンリー、ただいまプラス4、こちらの名勝戦プラス7で地上に上がるということで、あと2試合あるんですけれども、なんとなんとこの新戦を乗り越えたことになって、あと、まあ、ハイタニマコトを黒人団体で倒すことで、地上に上がることができます。はい、ここをしっかり取っておきたい。ただ、ハイタニマコト新戦は相当なものがあります。さあ、ボスさん、このマコトチュンリー、見どころを何か、教えてください、お願いします。ところは、離れた距離だと違って、プラス2のマコトなるほど、ありがとうございます。誠は素早いダッシュもありますので、近づきやすいのはあるんでしょうけど、もっと上から攻めるのと下から出して近づいていくのと、どちらが正しいんでしょうか。なるほど、難しいですね。ありがとうございます。さあ、早速1段目はリクマルチュンリー、このままで5連勝で決勝まで駆け上がるのか。
照明とも配信とも止めても編集も壊してしまって唐草が入る。サッカーだけでスタンスは半分溜まっているところで逆に投げ返されて配信までで若干近くの大変なところから大変と上げて移動からした失敗から上から抜きまで進化するところでそこで制空性を確認して体力残り若干と思ったところでジャンから移動ができまれが難しいところでコンパーワーテスト。この男天才すぎる。ファイナルラウンド、ゴー。さすがホッパンからのお褒めの言葉がありました。さあ、サガグラブロックいただきた。ダイバイフェイストとか、ダメージを、そうそう。さあ、スタンスを、さあ、敵対の上を取ってて、さあ、スタンス強い。ビオラスタイルが入ったり、まだ強すぎる。お次は、直接タグでお願いします。どこなしじゃの。さあそこに出てくるは黒人だったりこのカード先ほども出ましたね。あんまりにスラッシュしないと言葉が出てこないです。さあダイパンから大陸にリリースするみたいにやっていく。さあダドリーも A ボールを蹴ればたまっている。さあこの画面は抜け出すのが厳しいところで
ゲージ状況をしっかりファイナルラウンド。そうですね、今日の試合の中でこうして敵チームまだ 0.8 本しか溜まっていない。さあどうやって勝負を作っていくのか。やはり画面端を捉えていく。さあこれ投げをさせていく。さあこれキーパーワンともらってしまう。これは非常に痛い。上から3段で保育点が入る。非常に苦しい逆転の目はあるでしょうか。元気で発見されて体力を十分に持ってくる現状況は相変わらず MOV 優勢を取ってね。うまい画面端を抜けた出場量をうまい。ただしかしまたこちら画面端どうにか一本取りたい歴史に。さあ時間がまた光栄がたまるところでもう MOV の方が当たってしまう。さあそれ投げが決まってスタート。一発の中のデコパンチ。お次は高速距離お願いします。さあ MOV チュンリー対コーシュンチュンリー。トヨタプレッシー君は先ほどの、丁寧な地上戦と打ったのでコーシュンチュンリー、これはまた上から攻めさせてくれると思う。差し合いはコーシュンチュンリー投げさりげなくコーシュンチュンリーの差し合いがうますぎる。さあ投げ今日でガーリアス高速チューリーが何か強いぞ。高速チューリーが荒く大暴れ。さあここで一体何があるの。何もかかわからない。そこで一回投げが決まって爆裂で取っていく高速チューリー1本目。さあリクルがここで高速チューリー高速チューリーできる。ただこの高速何か強い強いぞ。ほぼ追いと見せてるけれども画面端はキープ。ほやくも一本キープ。元気からなんだこのチューリー。とりあえずほやくも一本していく。さっきから投げを心配してさあ難しいキープが出ていく。お主人さあほやくも一本したい。ほやくも当てると高速チューリーが取っていく。お次は力丸チュンリー。やったさあ気合十分の力丸チュンリー。ただいまプラス4あと3勝で日本で2人目の決勝に上がることができます。この差し合いこの差し合い力丸チュンリー差し合いが上手すぎる。ただこの更新者に今日は何か違う。コーシュンさんこれはさあどうぞ。コーシュンさん何か説明できますか。これ何なんでしょうか。おさめマイクを渡す瞬間にこの結末。スピンになりたい。モグネさんがスピンになりたいと。スピンになるためには投手陣を勝っていただかなきゃいけないんですけれども、まあ2ラウンド目はこれは大よく佐藤君は仕方ないところでライブあって最後に打ったら当たってしまうとこのラウンドも落ちてしまうことないんですけども、チュンリー投手チュンリーがなんだか今日は差し合いが強い。ただこれは大よく一発出ない。できないけれどもサブの中足食べられば負けよ。おさめは攻守意外と強いなと意外と強いんですかね。何なんですかね今日の攻守さん。今までみんなにこういろいろ見せられてきたけれどもこの頃やはり人間性の素晴らしいものを持っていまして早速早く追ってさあしかしここで力丸チュンリーが早く押すかね。裏回りから早く戦さあ攻守チュンリーもう一回と頭裏回り強すぎる。しっかり勝ちピーエでお次は相手で誠。さあ SA 選択は先手戦相手で誠。これはまあよく先手戦見てますけどボスさんも SA は最終的には先手戦なんでしょうか。ありえないというぐらいは先手戦は先手戦もらっているのでね。なかなかジャンプでも入らないということで非常に難しいです。中段でしょう。中段攻撃戦が決まって入れば大攻撃に移る。いい口中足でこちらは繋がってはないけれど1本目は力丸主義この主義どうぞ。チームメイトのボスさんとして最近力丸君はあんまりやってなかったと思われるんですけれどもキサラの方はどうなんでしょうか。あんまりやってなくてもやっぱりその男
まずこの先の、パパの進行をお願いします。さあ、相手がゼロとない、しっかり形状ハム回収。さすがのハイタリマゴト。さあ、注目の3ラウンド目、最終力丸修理、もう 1.8 本ホエカ決まるところで、スタートがホエカ決まる。もうすぐホエカ戦がたまってしまう。さあ、先頭戦のほうが食べたいところで、さあ、ここから空振りから来た。そしてから相手、3形状ハム食べて、さあ、本日初めての競泳の昇格戦、次回中にこのまま駆け上がることができるのか、黒人たちにそれを阻止することができるのか。さあ、ボスタリストの次のナトリ側の心境をどういった風にアプローチしていくのが正しいんでしょうか。まあ、としか言えないですよね。このカードも随分でキャラ差があるように見受けられるんですけども、何かやってくれるはずだっていうわけを誘ってしまって、だいぶハムバンドル。さあ、だいぶコークが1個しかないところで、もう一度逃げました。さあ、フェニックスの戦果からバーメン味、もう一度持っていく。さあ、カリパー欲張った。さあ、腕は相打ち。さあ、お口でもう一回取りたいところで、さあ、ここで移動投げ、うますぎる。さあ、さあ、リーチ。Prepare to strike now。一言いただきたいと思います。当然の結果なので、まあ当然の結果なので、これはまあしょうがないです。拍手を、皆様拍手をお願いいたします。さあ、これにて本日の名勝戦は終了です。皆様お疲れ様でした。 Yeah, that makes sense.